前が見えにくいほどの暴風雪。稚内市海運では今日昼ごろ、最大瞬間風速 24.9 メートルを観測しました。発達する低気圧の影響で東北地方で猛吹雪となっているほか、オホーツク海側で断続的に雪の降り方が強くなっています。遠軽町ではかなり水分の含んだ雪が降っています。オホーツク海側の遠軽町では先月22日以来のまとまった雪となりました。明日朝までに予想される24時間降雪量は多いところでオホーツク海側の北部で50センチ、日本海側の北部で40センチなどとなっていて、明日は札幌でも雨に雪が混じりそうです。